事故発生から丸1日が経過しました昨日東広島市で起きましたこども園の送迎バスの事故対向車線を走っていた車のドライブレコーダーの映像から当時の状況が分かってきました中央分離帯を乗り越えて反対車線に飛び出してきた送迎バス車体を別の車にぶつけながらスピードが出たまま逆走を続けます最後は 再び中央分離帯に乗り上げて止まりました。昨日午後東広島市の指導で認定こども園の送迎バスが4台の車と衝突、園児5人を含む合わせて10人が怪我をしました。心からお詫び申し上げます。昨日会見したこども園の松井雄一郎園長によりますと。 七十七歳の運転手は園が委託したタクシー会社に所属園で勤務して八年目で委託先で受けた健康診断では健康状態は業務に支障がなかったということですまたバスに乗っていた職員から聞き取った状況を説明しましたコントロール失っていたのかなと意識を失っていたのかなのがちょっとあのそこやっぱりあの私は今わからないんですけれども、えー カブというかあの車線を、ね、そのまま進んでべきところを、えー、対向車の方にそのままあの向かっていったというふうに、声をかけてねあの、ルートに戻るように呼びかけたけれども、あのそうすることができないあの、そうはしなかったと聞いていますので、えーまあ、事故後は意識はあってあの、動揺した様子だったと聞いていてますこども園では、きょうからしばらくの間、送迎バスの運行は休止するということです。 自分の子供が乗っていたって考えると、本当に親としてやりきれない思いではあるんですけど、縁にはです、ね、また今後あの、このようなことが起こらないようにです、ね、あのまあ、いろんな面から、はい、あのしっかり考えて,いただいて今後、保護者会を開くほか、送迎バスの安全対策について再検討する方針です。 警察は現在入院中の運転手の回復を待って詳しく調べることにしています。 はい、事故が起こったのは昨日の午後2時半ごろだったわけですが東広島市内で起きました東広島駅とそれから西条駅にちょうど挟まれた場所、この西条駅からです、ね、県道195号線が走っていましてその後指市道に切り替わったちょうどこの辺り、ちょうどブールバールと呼ばれている、えー、この辺りが事故現場ということになるんですが今、ちょうどここに渕、ねえー、上アナウンサーに出てもらっています。淵上さん はい事故があった現場近くブールバールを走行していますえこちら、ですね片側2車線で見通しのいい直線道路なんですね緩やかな上り坂になっていますえ昨日、事故が起こったのは午後2時半ごろでしたで今、えー、1時間ほど今から1時間ほど前なんですけれどもそれほど交通量は多くないといった印象です。 昨日、こちら画面右側にあります中央分離帯を送迎バスが乗り越えて事故が起こりましたちょうど今、左カーブ直線から左カーブに差し掛かるところですねえこちらをそのまま中央分離帯乗り越えてえバスが逆走して事故が起こったということなんですでそのままですねずっと1 0 0ルほど行きましてえ今見えてきましたこちら木の幹が剥がれているこの木にですね正面からぶつかって車が停止したということなんです。 先ほど中央分離帯の縁石の高さを測ってみたんですがこちら、ねえー、1 5ンチほどありましたで、これを乗り越えてさらに街路樹をなぎ倒して反対車線に乗り込んだとなると、まあ、かなりの勢いそしてスピードがあったのではないかなと考えられます。 でさらにですね、距離にしてわずか1 0 0メートルほどのあっという間の事故ではあったんですけれども、まあ、車体も、えー、送迎バス高いですし子供たちのことを考えますとその、えー、衝撃など、えー、かなり怖い思いをしたのではないかなと思われます。 はい、今ご覧いただいてわかりますように緩やかなカーブで起こってるんですよね。ちょうどここがそんなに急カーブではなく緩やかなカーブの中で事故が起こってしまっているということなんですが、もうちょっと詳しくですね図で表してみたいと思います。えー、まさに先ほどね藤、えー、上さんが走っていた道がここでして、ちょうどこの方向に向かって走っていました。バスと同じ方向に走っていました。で本来ならばまっすぐ行くんですけれどもちょうどこのあたりで。 をを投げ倒すよううな形で中央分離帯を乗りり越えままししたた高さが15センチという話ありました私あの、止まっていたバスがです、ねえー、撤去されるところを見たんですけれども、まあ、確かにです、ね、高さはあるんですけれどもバスぐらいの大きさだったら一気に乗り越えてしまえるぐらいの高さでもあるのかなと思いました、うん、ただ、勢いは必要なのかなというぐらいの高さです、でその後反対車線に入って逆走します。 そして4台の車とこのようにぶつかって最終的にこちらにある木のところ先ほどねえぐれてましたけれどもあそこにバスが衝突してぶつかって止まったということになるわけですね、うん、あのその木のにぶつかった衝撃って相当、前面も大きくへこんんんででいましたもんねそうなすかなりのスピードがねそこからも感じられるかと思うんですけれども。 では先ほどのですねニュース映像にも出ておりましたドライブレコーダーの映像をちょっとこちらで改めて確認して見てみたいと思います。まずは前方のカメラをご覧いただきたいと思います。はいこのようにですね車が進んでいると向こうから急にバスが出てきましてそして横にある。 軽のミニバンをすれ違うようにしてぶつかって通り過ぎていきましたそしてですね今ご覧いただきこの部分で中央分離帯がですねちょうど乗り越えるところなんですよねちょうどここで乗り越えますそしてそのまま一気にですね反対施線に入るんですがほとんどブレーキをかけるまでもなく反対側にあるガードレールにぶつかるということなんですねもうかなりのスピードのまま直進していましたそしてガードレールを擦るようにしてこのように ミニバンの横をかわしていくそしてぶつかって通り過ぎていくという状況だったんですねご覧になっていかがでし中央分離帯を乗り越えた時に相当な衝撃はあったと思うんですけどそこでスピードが弱まることがなく。 かなりのスピードが出た状態で車にぶつかっていたということが分かりますよね、はい、あまりあの、ね、この映像、この後に出てきますけれどもブレーキを踏んでいるような感じはこの映像からは、ね、ちょっと読み取れません、のそのあたりの操作は実際どうだったかというのはままだ分かりませんけれどもね映像を見ているだけでも運転している方のドライブレコーダーなのでまさにこの情景を見ていたということですよね。突然そそののの反対側からバスが出てきたその恐怖というのは、うんはい とてつもないものだったんじゃないのかなと想像しますよねいやもう身動きできないような状況だったのではないかと思います一方で、木下さん子どもたちにとってはその中央タ隊の遠石を乗り上げた衝撃そのままスピードのままで他の車にぶつかっていった相当これは怖かったんじゃないかと思いますよね,そうですねあの別の報道ではあの乗っていた3歳の子が前歯を折る怪我をしているというような報道もあったんですけれども3歳という年齢だとまだ歯の生え変わりの時期でもないので。 歯もしっかりとまだ生えてる状態なんですよそれが折れるほどの衝撃って考えるとやっぱ相当な衝撃だったと思いますし軽傷とはえ、はいえ心の傷っていうのもかなり大きなものを抱えていると思うのでそのあたりのケアっていうのはしっかりしていかなきゃいけないなと思いますね、はい、そしてねこの車もですね本当スレスレのところでかわしたというところだと思うんです、はい、目の前からバスがやってくるでそこにこう車が、うん、もう行けないですもんねもうこの人避けるしかないということで本当もう、まあ 結局ぶつかることにはなりましたけれども正面衝突だけ避けられて本当に良かったなという、はい、ギリギリだったというのはわかりますもんねこの映像からもそうなんです、はい、はい、それが本当によくわかるかと思うんですがでは続きまして後方のカメラの映像同じ車なんですけれどもありますのでこちらもご覧いただきたいと思いますまずは普通のスピードでご覧ください、えー、このようにですねバスが通り過ぎていきまして後ろにある車をにぶつかりながら で最終的に止まるということなんですが<ー>ちょっとゆっくりとスローモーションでご覧いただきたいと思いますまずですね後方からこのように車がやってきますしかしバスが来るんで前に行けませんバックをし始めますなんとかギリギリかわしてバスは通り過ぎるんですけれどもここにある黒い車に当たるさらに後ろの車も当たって向きが変わってしまうという状況なんですねで中央分離帯の木のところに最終的にはぶつかってちょっと煙を上げているような状況 伺えたたかかかと思ううんでですけれども方側いかがだったでしょうかいや改めて何回衝撃があったんだろうかと思いますよね、うん、その中央分離帯を乗り上げるときも、うん、おそらく大きな衝撃があって、はい、でぶつかった回数を数えるともうかなりもう5、6回、六7回ぐらいあるのでその都度中にいたその園児の皆さんは多分衝撃を受けているし、はい、怖い思いをしていたんだろうなというのは感じますよね。はい 特にこの車を見ていただくとは分かるんですけど、車の向きが変わるぐらいですよね、うん、つまり車ではこのバスは止まらないぐらいのスピードだったということが見た感じ分かりますただ、木であったからこそバスは止まったんだということを考えるとこのままさらに突き進んでいた場合一体どうなっていたんだろうなということは感じますよね。そそううですね。ぶつかりながらようやくその、 中央分離帯の木にぶつかることによって止まることができたというような感じでですすもんね、はい、そうなんねそ、はい、今のご覧いただいた上で今回、えー、怪我をされた方などを含めてちょっとご覧いただきたいんですけれども。 12人が搬送されましたで10人が怪我だったということで、まあ、園児5人は全員怪我、えー、先生1人は怪我はなかった運転手の方は挟まれて重傷だったということです乗用車をちょうどした乗用車に乗っていた方のうち4人は怪我、まあ、この運転手さん以外は、えー、軽傷だったということではあるんですけれどもしかしさっきの映像を見たらですねもう これ以上のことが起こっていた可能性もあるんじゃないかとちょっと恐ろしささえも感じてしまう映像ででしたねね一本間違えばとということですよ今回の事故を受けましてです、ね、認定子ども園のさざ波の森によりますと運転手77歳について委託したタクシー会社に所属して園での勤務は8年目委託先の健康診断では健康状態は業務上に支障がないという話でした。もう一つ 今後については送迎バスは当面禁止子どもたちや家庭の心のケアについてサポート縁も責任を持って委託先とともに原因究明安全対策を再検討したいということですで、保護者の皆さんはですね、このように話していますお友達のことが心配で心を痛めている子どもの心の負担がないように これからも分かっていることを可能な限り伝えてほしいこう話してるんですよね、はい、木下さん、この子どもの心の負担心のケアでですすよねね、うん、そうですねあの映像からもかなりの衝撃だったんだろうなというのは伝わってきますし幼稚園に通っている年齢の子たちというのは普通の車だったらチャイルドシートが義務付けられているんですよね、だからエンバスだったらチャイルドシートもシートベルトもしていない状態だったのでもう本当にバスの中がどういう状態だったのかというのを想像すると胸が苦しくなるような状態が想像できるんですけれども。 うん何でしょうかねあの幼稚園バスの事件ってここ数年ちょっといろいろと起きていて、はい、例えばあの園の置き去りでの信号事故もあったりとかで、うん、子供を幼稚園バスで預けるっていうことに不安を抱えている保護者の方々ってすごく今、多いんですよ。うん、そんな中今回の事件がまた事故が起きたということでやっぱりしっかりと原因を究明した上で今後、同じようなことが起きないようにっていう対策をしていかなきゃいけないですよね。うん、一方でここのの送迎バスがあることによってその 家の親御さんの生活のリズムであったりとか、仕事に行くためのルートとかっていうのも大きく変わってくるわけですもんね。そうですね。うん、本当にあの幼稚園バスがあるかないかっていうのを選定基準にして園を選んでいる、うん、えバスがないと子供預けられないっていう風なご家庭も中にありますので、うん、なのであの一概に幼稚園バス全て休止っていう風にやるっていうのは。 家庭が回らなくなるっていうところも多いと思うのでやっぱりしっかりと原因を究明した上でちゃんとうーんみんなの社会生活が円滑に進むような対策っていうのを立てていかなきゃいけないなと思いますねそうですねまあうん、延長の話ではコントロールを失っていたのかなという話もありましたもんねそうなんです、うん、ですから警察は現在その入院中の運転手の回復を待って詳しくその状況を調べることにしているということです以上昨日東広島市で起きました送迎バスの事故のニュースについてまとめてお伝えしました